こんにちは、道間六三郎です。今日はですね、新しい発見があります。添加する新しい食材に生まれ変わるとおっしゃってましたが。そうなんだね、うん、なんという、なんでしょうね、これは。クレームチーズ。それ入れますか、さらに。え、これを入れて、すごくうまいね。なんだろう、そばだしあんがかかっちゃうから、またわかんないんですよね。マヨタヌキと焼きタヌキ。タヌキっていうのは天ぷら屋の天かすなんですけどね、それ入るだけで本当にね、さっくりと食べれるんですね。これは絶対にこれから新しい食材として生まれてくると思います。よろしくお願いします。マヨタヌキ。タヌキいきますか。はい、この、ね、やっぱり皮だけね、これちょっと剥いた方が立派なアスパラですね、これ。うん、立派なね。よし。これにね、アスパラとお酒を先にこう入れておくんですよ。このくらい。アスパラとお酒。うん。はい。で、これ塩味もこう。入れちゃう。で、こう中に少々の塩。はい。これ酒塩って言うんですよ。はい。我々酒塩って言うんで、お酒とお塩ちょっとこんなもん。このくらい。で、このまま入れ上げるんです。で、ここにこうやったら、この場合は、エビがすぐやっちゃうんですよ。火が通る。アスパラの方がちょっと時間かかる。最初にこのお酒とあれを入れて、これで。でもこの酒入り多いですよね。酒入りでもね、無駄が一つもないのね。世の中無駄ばっかりやるやつがいるからね。無駄なし。アスパラほら。だんだんこう色が出て、でアスパラなんか食感が大事なのね、はい、色と食感、アスパラの命はね。ちょっと酒が少なかった。ちょっとそれをちょっと入れて、ちょっと一応それでも、うん、ちょっとこのくらいになったらエビを入れて。エビもね、硬くなりすぎるとうまくないじゃん。だから7分通り火が入れば、うん、ほら、このくらい。これで水気がなくなる、色が出る、火が通る。ほら、ちょっと見てこれ。ほら、ちょうどこのくらい。ほら、これ、このくらい。ここで水がないで。本当だ。これ無駄が全くない。時間的にも。アスパラでも綺麗ですね。うん。よしよし。はい、湯むきされたトマトですね。うん。さあ、そこにこれ今日の主役。主役だね。天かすが出てきました。うん。これがね、本当にうまいですよ。天かすのところにマヨネーズ。マヨネーズ。はい。天かすの3分の1くらい。はい。こんなもの、うん、さあどうなっていくんでしょうね。天かす、先生は今日天かすが新しい食材に生まれ変わるとおっしゃってましたが。そうなんだよね。これここに酒入りしたアスパラとエビ、うん、エビトマト、何ですかね、うん、どういうことでしょう。生クリームもちょっと、生クリームとマヨネーズが同じ、もっともっと、生クリームですか。うん、
そしたら生クリームとマヨネーズ。はい、わかんないですね。あ、そう。ちょっと今、胡椒が。胡椒が少々入りました。うん。あ、え、先生、これ、ひょっとしてこれで完成だったりしますか？そう。おお、これは何でしょう？あえるだけ。マヨタヌキだね。あー、マヨタヌキ。なんという、なんでしょうね、これは。あー、白和えのところに代わりに天かすが入ったみたいな。そうそうそう。何ですか、これは。名前をね、天かすって言うから人がね、はい、あれ、クレソンをちょっとくれる。これはすだち。はい、一品マヨタヌキ。マヨタヌキ完成ですか？はい、完成だね。こういう感じです。天かすが主役に、あ、天かすいっちゃいけないですか？天ころですか？天ころだ、衣、天ころ、天ころが主役になった、うん、お料理が一品完成です。うん、うん、さあ、あと焼きタヌキ。焼きタヌキ、はい。でこれからそぼろを作られるということで。そうね。合いびきですか？合いびき。このくらいでいいか。はい。お酒。お酒に入れようか。お酒に。うん。はい。で、みりん、みりん。みりん。一。はい。はい。酒一、醤油一。はい、211、はい、これね、こんだけにね、ここで入れちゃうんですね。汁ばっかり多くなって、はい、もうとにかく火が入れば、味がついて火が入ればいいんだから。相当少ない、うん、本当ちょっとでしょ。はい、胡椒を入れようか。お砂糖とか入れないもんね。入れないで。入れない。うん。さっきの水分もちょっとだったでしょ。はい。ここでこのぐらいで入れ上げていく。ああ、全然ちょうどいい。あ、見とけよ、そぼろ。はい。ほんと水ちょっとだろ、合わせ地が。はい、ほら、これでいい。ほら。ほら。できた。これで分かったね。はい、はい、こういう感じ。本当にちょっとお酒2杯のみり1杯、醤油1杯の大さじ、あれでこれで十分できる。先生、お箸やっぱり4本ぐらい使ってやるんですか、これ。4本ぐらい、うん、かき混ぜるのね、混ぜる、ね、割り箸で。次の食材がもう出てきました、うん、セロリ使いますか、うん、このセロリの皮ってね、あんまり邪魔にならないんですよ、はい、よく全部今まで剥いて使ってたんだけどね、もうあんまり剥かなくてもね、全部全然大丈夫。先生、お野菜の皮嫌いですもんね。ピーマンとかトマト。あの皮嫌い。ね。だこれは大丈夫。セロリ大丈夫ですね。うん。はい、でエビが出てきました。エビを。これもちょっと空鍋でちょっと入れろ。はい。ああ、これもちょっとまるでわからない状況になってますね。うん、お酒ちょっと入れて。はい、うん、それと鍋の中はまだエビとセロリだけ。セロリ入ってない。セロリだけ。セロリがちょっと硬いんですよ。ああ、なるほど。だからちょっと。え、これも酒入りですか？うん、酒入り。あ、セロリの酒入り。うん。セロリもちょっと火が入れる。うん、よしよし。じゃあエビを。じゃあここからエビ。はい。エビが入って高いよ。完全にさっきのアスパラがセロリに変わったっていう、ね、そうだね。しかし、
まだ残っている卵とそぼろと天かす、うん、改め天ころをどう漁っていくのかまるで分かりません。はい、これというからには最後は焼くんでしょうけれど、うんうん、卵こう半分くらいね、半分くらいですね、これだ、そこに天コロ、天コロ主役の天コロが入りました、うん、これここにセロリ、そぼろ、エビ、そぼろ、あ、全部今までのものが、うん、ここに合わさります、うん、あ、先生それは何ですか。こクレームチーズ、クリームチーズ、はい、最強味噌半々にして混ぜたもんな、味噌クリーム、うん、それ入れますか、さらに、これを入れて、あーもうちょっと何ですか、これ焼くんですよね先生、これ焼くんだけど、この味がね、味噌クリームが入ってるんでね、すごくうまいね。オムレツみたいなものですか。オムレツに、オムレツにタヌキが入ってる、ね、タヌキ入ってません、うん、なんか全体のイメージがオムレツで合ってますかね。うん、オムレツに味噌クリームが入った。味噌クリームが入った。ダメだ。かき揚げじゃないですか。うん、かき揚げにもなるわね。このままバーッとフライパン、バーッと油でこのまま入れていってもすごくうまいんだよ。油がね、邪魔っ気だから。よし、これでいこう。はい。6、7分だろうな。はい。6、7分、はい。うん、そばだし、あんをちょっと入れて、これそばだしっていうのは511、めんつゆってよくめんつゆを売ってるでしょ、あれでいいんです、あれにちょっと薄くずを固めますか、はい、とろみつけますか、はい、ちょっとこんなもんでいいんじゃないかな、これ、つゆ生姜、生姜の絞り汁、うん、生姜の絞り汁、なんだろう、うん、グラタン、見た目は熱い、手を切って、おー、あー、まあ、でもオムレツ的な感じもありますね、やっぱり。あ、そこにでもですよ、このそばだしあんがかかっちゃうからまた分かんないんですよね。生姜ね、そばだしの生姜、はい、木の芽、あ、はい、こういう感じ。これいつ思いついた料理ですか。いや、この間ね、はい、天ぷら屋行ったんですよ。はい、で天かす揚げてこう大事にこうやってたからね、はい、それくれるかって言ったら、どうぞどうぞって言うんですよ、ママ。それで持って帰ってね、これはあんな綺麗な油で揚げたのね、もったいないなと思って、だから3日前に、あ、全部と飯食べ、天ぷら屋行ったろ、はい、あの日で持って帰ったんな、はい、それで俺が忘れてわざわざ走って持ってきてくれた。はい、あ、そうですか、はい、これ材料費が安くてね、おい、値が安いからこんな覚えとくよな。天かすを今日は新しい食材に変えてみせると、うん、はい、天かすはもう呼ばせない天ころだと言って作られた一品目がマヨタヌキ、うん、マヨタヌキ、これいただいていいですか。はい、一口目、いただきます、はい、うん、おいしい、心配は、うん、ちょっと焼き物が悪いとか箸休めなんかに、はい、もう前菜にもね、パッと見なんか白和え、うん、白和えかなっていう、ね、普通白和え、
じゃあ焼きたぬき、いただきます。はい、これそばだちあんがかかっててよかったね。うん、芋とかかぼちゃとか人参とか、大体の残ってたらそれ残り物を処理には最高のやり方だな。残った材料をね全部寄せ集めて焼き上げたという。あ、これも世のため人のためか。要するにタヌキを生かしきったということか。はい、成仏したと思います。そう、成仏。あ、じゃあ何万出すの。